メレディス・コルケットはアメリカ合衆国の陸上競技選手である。19世紀末から20世紀の初頭にかけて活躍した彼は1900年パリオリンピックの棒高跳びで銀メダルを獲得した。フィラデルフィア生まれのメレディス・コルケットは1900年に開催されたパリオリンピックに参加した。棒高跳び競技での金メダルは3メートル25センチをクリアした同じく アメリカ代表のアービング・バックスターとの争いになった。バックスターは当時のオリンピック記録と並ぶ3メートル30センチの記録を出して優勝し、コルケットは銀メダルとなった。コルケットはその後1901年にペンシルベニア大学を卒業した。彼は優秀なテニス選手でもあり、ペンシルベニア大学に初のテニスチームを作った人物である。後に彼は ゼネラル損害保険会社の顧問として働いた。コルケットは心臓発作を起こして1947年に死去した。なお、コルケットの息子で同盟のメレディス B、コルケットジュニアは、系府学者として有名になった。ありがとうございます。